アユタヤ日本人町の後のヒアユタヤ日本人町は、14世紀中頃から18世紀頃まで、アユタヤにあった、日本人町。15世紀後半から16世紀初頭まで、アユタヤを超過、軍事力と貿易による利順を背景に、政治的に力を持つようになった。当時のアユタヤ中心地をチャオプラヤー川沿いに南に、下った東岸にあり、西岸のポルトガル人街とは、 総体の位置にあった。南北約570メートル、230メートルの敷地に最盛期で1000から1500人の日本人が住んでいたと考えられている。なお、シャム国風土軍記の資料では、寒栄期頃のアユタや日本人町の人口を8000人と見積もっている。アユタや日本人町の住民は、傭兵、貿易商、キリシタン、 あるいは彼らの配偶者や大族の奴隷などで構成されていた。武略に長けており、ソンタム国王からの信任が扱った山田長政の肖像があゆたや日本人町は14世紀頃に始まったと思われるが、日本の戦国時代には主君を失った浪人が流れてくるようになり、急激な膨張が見られるようになった。この傾向が特に強くなるのが、 関ヶ原の戦い、大阪の陣などの後である。当時ビルマタウング王朝からの軍事的圧力に悩まされていたアユタヤは、このような実戦経験豊富な日本人兵を傭兵として雇い入れることでこれを阻止しようとした狙いがあり、これが浪人のアユタヤ流入を生んだ。また、アユタヤ君主、ソンタムの知性に、ポルトガル人隊がアユタヤによって雇い入れられて、いたが、 タウング王朝側もポルトガル人傭兵隊を雇い入れていたために同志討ちを恐れたポルトガル人傭兵隊が発砲せず全く使い物にならなかったということがありアユタヤがポルトガル人以外の軍事力を必要としていたことも浪人のアユタヤ流入に拍車をかけたこの日本人傭兵隊の勢力は200あるいは800人とも言われる勢力に膨張し政治的にも 大きな力を持つようになった。このアユタヤでは、基本法典である、三院法典に、日本人傭兵隊の政治的位置が明確に、示されるようになった。三院法典では、日本人傭兵隊はクロム・アーサー・イープンと名付けられ、その最高責任者には、バンダーサックの、第三位である、オークヤー・セーナー・ピムックというか、に、金使名を授けられた。 これは山田長政にも可視された名前である。このような軍事的背景とは別に日本は、主因戦貿易により、貿易面においてもアユタヤ日本人町は多くの発展を遂げた。まず、アユタヤ君主、エーカートスサロットの時代には、日本人町に比較的規模の大きい港が建設されている。その後、前述のようにアユタヤは、タウングウオに対する、 防衛力を高めるため多くの武器を必要としていたので、刃物の生産で有名な境からは多くの刀が輸出された。これらは台風の刀や槍の先端に使われるなどして改造され流用された。17世紀初頭におけるアユタヤの武器の多くはむしろ国内生産の刀よりも日本製のものが多かったとも言われる。 これらの刀の一部は現在でも、万国の王宮武器博物館などで見ることができる。一方、日本は、その豊富な銀を背景に、アユタヤから、陶器、比較製品、金マヌリなどを買った。特に比較製品のタイから日本への輸入量は、ズバ抜けており、江戸初期のアユタヤから日本への比較製品の数は20万枚以上にも、上った。 一方でこのような商業的発展は他国の商人を脅かすようになった。1620年代の日本人による貿易量は他の国からやってきた貿易商の合計よりもズバ抜けて多かったとも言われる。この動きを最も懸念したのは佳境商人であった。また他の国の貿易商も日本人によって自分の縄張りにこれ以上踏み込まれることを恐れて 日本人の動きを家境と同様に警戒した。また、宗教に対する規制の非常に薄かったアユタヤには、他にも、幕府の近況によって逃れてきたキリシタンらが、多数いたと考えられている。また、マカオのポルトガル当局が、南蛮貿易の継続の観点から宣教師に、日本渡航の自粛を呼びかけた結果として、多くの宣教師がアユタヤを拠点に布教するようになり、 主因船を利用して日本に密航することもあった。1627年にタイを訪れた神父は400人に秘籍を授けたと記録している。1629年、アユタヤ君主ブラーサートトーンは大いに就くと日本人勢力を牽制するために貿易を王室のみに許可する先制貿易を行った。ついでにオークやセーナーピムックであり、 フラーサートトーンの即位に反対した山田長政を他の管理の反発が強くなったのを見てナコーンシータンマラートへ飛ばした。1630年に長政は暗殺され、日本人町は無本の動きありとしてシャイフアフマドクーミラによって焼き払われ住民は虐殺された。この事件以降、日本人勢力はアユタヤ王朝における軍事的、 政治的な力を完全に失った。加えて、1635年の江戸幕府は、近況と国際紛争の回避を目的として、東南アジア方面との貿易を管轄していた長崎奉行に対して、奉行の職務を規定した下樹状を発布し、日本人の東南アジア方面への渡航と、この地域に永住する日本人の帰国を禁じた。その結果として、 日本人の新規のとこは途絶えてしまい、日本町の日本人勢力の衰退を手伝った。しかしその後、1632年には、焼き打ちにより、海外に逃れていた、日本人400人程度が再び集まり、日本人町が再興された。軍事的、政治的な地位を失ったもの,の日本人は、以前の貿易により培われた、集積力を活かし、 中外省として働いたり、台南部で盛んに産出された鈴の取引などを行うようになった。その後、18世紀初頭まで日本人町は存続したと考えられているが、徐々に大族に同化し、自然消滅したと言われている。日本人が作った建造物など以前の名残は全く残ってはいないが、記念公演となっており、 日本人町の後の石踏みなどが立っている。日本の旅行会社がこの公園をパッケージツアーのコースに採用するため日本人の案内人も常駐している。資料館にはわずかながら江戸時代に日本から送られた新書などが展示されている。大国鉄はユタヤ駅を南に約2トルチャオプラヤー川沿いにある。2010年の映画 山田あゆたやの侍の影響もあり、地元民には大語で、日本村はどこというよりも、山田はどこと言った方が通じる。ありがとうございます。